ということで今日も海外の仮想通貨のニュースをまとめて全体をね軽くさらっていこうかなと思います。まあ、最後まで見てくれれば、まあ、聞いてくれればなんとなく今日何が起きたのかっていうのが分かると思うんで、ぜひ、まあ聞き流しなんかをねして、くれればいいかなと思います。通勤時間とかに。 OK、 今日喋るのはビットコイン、イーサリアム、そしてオルトコインもいくつか触れます。まあ、ブラーとか、トロンとかね、あとはレイヤーゼロとか新しい結構小さめなプロトコルの話とか、ポリゴン、ゲインズネットワーク、そしてコスモスとか、この辺を触れようかなと思います。でちなみにこういった動画、まあデイリーで結構ね上げてるんで、いいねと思ったらいいね押して、チャンネル登録して、ベル通知を押して、メンバーシップも興味があればお願いします。でメンバーシップ今日も上げてて、今日はかなり小さめなコインでまだ可能性がかなりあるんじゃないかなと。結構グイグイ伸びてて、でまだまだバリュー、市場マーケットキャップ的にはすごい小さいんで、これからまだ来るんじゃないかなと。技術的にすごい面白いんでね、ちょっとそれを紹介してるんで、見てみてください。ちなみに、まあ、数ヶ月前に紹介した、まあ、ファイルコインなんかですけど、ここに来てやっぱりかなり上がってますね。まあ、理由としてはこれ前メンバーで紹介したんですけど、トップ1000ぐらいのコインを並べてオールタイムハイからどれだけ落ちたのかっていう下落率をトップと、まあ、順番に並べていくと、ファイルコインが、まあ、大体3ヶ月ぐらい前の時点で、まあ、トップ10ぐらいに入ってきてたんですよね。で多分これはかなり上がるだろうということで、なぜかというと、もう何回も何回もね、サイクルを繰り返していて、で、まあ、ほぼ必須のインフラになってきているし、まあ、オールタイムハイでいうと200ドルとか近く上がっているんで、かなり買いなんじゃないかなと思ったんですが、これでねちょっとようやく上がってきたという感じで、まだまだこれから上がると思ってるんですよ、個人的には。ブルーマーケットが来ればね、需要が上がるんで、プロジェクトが増えればプロトコルが使われてさらに需要が増えていくっていうのがあるんで、ぜひまだまだね期待していけばいいんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、こういった情報もねある程度流しているので、まあ興味があれば見てみてください。ビットコインで、まあだからなんだっていう話なんですけど、ビザのマーケットキャップを超えたぞ、3回目っていうことを言ってるんだよね。マーケットキャップがビザを超えた、みんなわーわー言ってますと。まあ、だからなんだっていう話なんだけど、まあ、これ別に3回目なんで別になんだっていう気もするよね。ただまあこれからまあ読めるのは、まあ、ある種このブルマーケットが戻ってきた感っていうのはまあ否めないかなと思うので、まあ、こういうのを少しずつサインにして、こういうニュースが広がるとオルトコインも伸びやすいので、どういうコインを買おうかなっていうのはある程度目星をつけておくといいんじゃないかなと思います。全部ビットコインに釣られるからね。 OK で、イーサリアムもまあぼちぼち今日は、まあ、今週は伸びているんですよ。でまず大きいのが上海アップグレードっていうのが今後来ます。多分3月に来るのかなと思うんだけども、でそれで、まあ、イーサリアム 2.0 のステークしてる人が引き出せるようになったりとか、まあ、いろんなアップグレードがあると。で最近の動きで言うと、特にクジラと呼ばれるお金持ちたちがワンショット50億60億円ぐらいで、まあ、イーサリアムをボンボン買っているというのが乱発して見えると。でこれは多分上海アップグレードに向けての期待なのかもしれないですね。はい。あとは最近で言うとね、まあ、ブラートークンとか、まあ、ブラマーケットプレイスがまあ盛り上がっていたりとかするんですけど、まあ、そういうのでも、まあ、エコシステムが盛り上がってきているので、それは一つかなり、重要な要素かな。あとは価格自体が上がっているのはこうサプライがどんどんどん減ってきているからっていうのもあるので、まあ、そこへの期待というのもかなりあるんじゃないかと思いますね。で、まあ、イーサ上で言うと、まあ、一つの大きいトレンドがLSD っていうトレンドだと思ってて、 LSD ってリキッドステーキングデリバティブスっていうんですけど、イーサリアム 2.0 で引き出しできないの でそれをまあ代わりに引き出しができるような代替的なトークンを もらうみたいなものがあるんですね。でその一つがロケットプールとか、あとはリードとかなんだけど、最近に来てかなりやっぱ上がってますと。
で、この LSE 系は結構どれも上がってるんですよね。リードとかね。だから、やっぱね、この LSD ナラティブっていうのはいろいろ追っておくと結構あの簡単にゲインが得られるんじゃないかなと個人的には期待してますと。あとはまあ ZK ナラティブ、あの ZK ロールアップ系の、まあ、アービトラム系の話とかそれ以外のプラットフォーム、そこはそのまあテクノロジー的に ZK がフォーカスされて、みんな注目してるんで、すごく今後まで来るんじゃないかなと思います。ちなみにイーサリアムで言うと、さっき言ったブラーがユニスワップのガスを抜いたということなんですね。これ結構すごいことかなと思ってて、トップがブラー、ブラー .io マーケットプレイスですと。すごいよね。で、ユニスワップってそもそも、まあ、DeFi の中では圧倒的な王者で、一番キャッシュカウというか、お金を儲けてるっていうふうに言われているんですよ。で、それをあっさりと抜いているブラーがどれだけ、盛り上がってるかっていうのはこれでよくわかるよね。はい、ということでした。で、トロン、なんか久々に聞いたなみたいな。トロンなんかニュースになることほぼないんですけど、まあ、なんか久々に出ているので紹介すると、トロンはイーサリアムとかビットコインをまあ越すペースで動いているっていうことを言っていると。で、何を言ってるかというと、トランザクションのボリュームがすごい増えてるよっていうことを言ってるんですよね。トータルトランザクションが、トロンが 6.27 ミリオンで、XRP などがまあ1ミリオンとか、そんな感じ。だから、トロンすごくないみたいな話なんですよ。で、TVL もなんか増えているということで、あとパートナーシップとかもね、あのプリンストンユニバーシティといろいろ組んでやってたりとかするので、まあ、何も起きてないわけではないと。ただ、まあ、別にトロンベースのなんかすごい世界的に有名なプロトコルが出てきてるかっていうと、なんかそんなんでもないと思うし、本当にそのトランザクションってなんか 何なんだろうみたいなね、なんか何に使われてるトランザクションなんだろうっていうのもちょっと気になるんで、まあ、ちょっとなんかジャンプイン個人的にはしづらいけども、詳しい人いたら教えてください。トロンっていいんすか？ちょっとね、不安要素があるかな、個人的には。で、ちょっと面白いなと思ったのが、まあ、BNB が出している記事で、BNB チェーン上の DApp の中で、今週めちゃくちゃ Twitter が増えたプロジェクトがこれですと。紹介すると、まあ、一つ目がレイヤーゼロ。で、これ何回も紹介しますけど、新たな、まあ、なんか、マルティチェーンインフラなんですけど、個人的には相当注目している。ですね。で、トークンはね、オフィシャルにローンチはこれからなんですよ。だから、まあ、まだみんなにもチャンスがあるんで、まあ、それはみんな、このチャンネル見るか、自分でアクティブに、ね、情報を探してください。で、まあ、すでに、まあ、注目をね、集めているんですが、今週になっても 5% 近く、4% 近く伸びてるよということだね。っていうことなんで、まあ、これは興味があれば見てみてください。で、トレジャーランドは、まあ、クロスチェーン NFT プラットフォームですと。で、NFT イシュアランス系のもので、まあ、トレジャーランド、これも結構伸びているよと。で、マグパイ、なんかこれは知らないんですけど、よく。これは、違う、これはトレジャーランドで、で、マグパイブースト、これはなんかね、イールドブースターみたいですね。はい。なんで、これを持ってると、より稼げるよと。で、パフバースは、まあ、ディズニーっぽい、まあ、3D メタバースですということなんで、まあ、まあ、100K とかいるからね、1000万、10万人見てみてもいいんじゃないかな。で、フックトプロトコルは、ラーントアーンプロトコルみたいですね。90K とかいるんだって。で、ウォンベックスは確かブースト、そう、イールドブースターなんですよね。はい。あ、まあ、DeFi 系だね。で、タイニーワールド。は、ゲーム、トレーディングゲームですね。で、これも 55K、5万人とかいるわけ。で、Notify API。これはなんか唯一 API、インフラ系のもので、ノーティフィケーションをマルチチェーンでするよみたいなことで、53K とかいて、あとは、レアボード、NFT マーケットプレイス、あとは、まあ、ユニパスとかね、まあ、ありますと。なんで、まあ、こういう情報を見たときに何をするかって、個人的には、まあ、伸びているということは、まあ、
これが本物である可能性はある。これただ全部フェイクで買ってる可能性もあるんで、フォロワーをね。なんでまあちょろっと見てみて、で本当にエンゲージメントとフォロワーがマッチしてるかどうか、それがコンシステントに出てるかどうか、でディスコードとかにも行ってちゃんとコミュニティがいるかとか見て、いると。でそれで OK であればちゃんとなんか内容を見て面白そうだったら、あの投資のことを、まあ、検討するのもいいし、トークン出てればね、出てなければ、まあ、それはねどういうふうにエアドロップもらうかっていうのを考えるっていうのもまあありかなと。まあ、なんでこういうところをね一つ基準にして調査のきっかけにするのはいいかなと思います。ただこれを鵜呑みにすると痛い目に遭いますね。はい、ポリゴン DeFi スペースが盛り上がっているということで、あの例えばまあゲインズネットワークとかもねすごい盛り上がっていて、まあ、あのファウンダーとかもポリゴンのファウンダーとかもわわ言っていると。で ZKEVM 自体が今後アップデートで来月の末に来るんで、まあ、それに向けてすごい盛り上がっていて、価格のね上昇もかなり期待していってもいいんじゃないかみたいなところかな。はい、 23% も伸びてると。でこれはまあ多くは、ZKEVM の話なんで、まあ、うん、高値をつかまわせられないようにみんな気をつけてくださいね。あのだいたいネットワークローンチした瞬間に売られるっていうこともあるので、はい、気をつけてください。とかとかですね、まあまあ全体的に言うと、まあ、デボーとかね、あの AMM オプションプロトコルとかなんですけど、まあ、そことのパートナーシップがあって、まあ、そういった DeFi 系のパートナーシップもしくは開発がめちゃくちゃ進んでいるんで、値段、まあ、なんだろうな、 TVL も上がったりとか価格もね、あの上がる方向に行くんじゃないかっていう期待があるということですね。はい、ということでした。まあ、ただアービトラムとかに結構最近は TVL が取られているんで、この間も動画にしましたけど、まあ、そことの競争がどうなるかっていうのは気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、で最後コスモスハブなんです、まあ、コスモスなんですけど、コスモスにアップグレードがあって、まあ、ローネットワークっていう、まあ、アップグレードがあったと。で、まあ、簡単に言うとまあ、セキュリティが上がったよっていうことなんですね。まあ、グローバルフィーモジュールっていうのが追加されて、まあ、セキュリティが上がったよと。別にテクニカルなことはいいと思うんですけど、でこれがあるからこそ今後の大きいアップデートにつながるということで、今後はあのインターチェーンセキュリティっていうあのアップグレードがどんどんまた来るんですけど、これ個人的にめちゃくちゃ気になっていて、めっちゃ楽しみですね。まあ、要は各コスモスエコシステムの多分プロジェクトが、コスモスハブ上のバリデーターのセキュリティを使って、まあ、使うことができると。でより安全になるよねみたいなことだと思うんで、まあ、あの結構ね、うん、すごく、まあ、大きいアップグレードじゃないかなと思います。はい、ということで、これはねかなり楽しみにします。なんで、まあ、またアップデートします。まあ、今日こんな感じですかね。なんで、ぜひいいなと思ったらいいねを押してチャンネル登録してベル通知を押して、あと興味があればね、そのメンバーシップとかもやってるので興味があればぜひお願いします。 Alright ということで今日はこの辺で終わりますけど、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。